エコです。アニアです。ユメカです。ピンク、ガテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は私服チェンジです。イエーイ。今それぞれの私服に着替えています。はい、イエーイ。じゃあまず一人ずつ私服を紹介していって、その後服を交換してって感じです。するので、じゃあまず紹介して。交換の仕方はこういう回り方で、こういう時計箱。アリアの服をヒメカが着る。ヒメカの服をエコが着る。エコの服をアリアが着る。だからこんな感じですね。回りって感じです。そうですそうです。はい、じゃあまず私服をチェンジしていきたいと思います。せーの、どうぞ。パレットに見えるじゃないですか。でも実はこれはワンピースで1枚でさらっと着れてすごく可愛いです。しかもこれは2倍にもできて、まずオフショルにもできるし、こうやって上げて普通のにもできます。両方違う可愛さがあってとても可愛いです。そうですね、この1枚で爽やかガーリーコーデになります。スタイルもね、よくなんだろう、この下のスカートがハイウエストになって、まあワンピースなんですけどそれですごくスタイルがよく見えます。そしてこのイヤリングは、この服にはゴールドが合うかなと思って、ちょっと垂れ下がる系のゴールドのイヤリングにしてみました。以上、花の姫香のガーリーコーデでした。可愛いです。はい、アリアちゃんの登場です。白をゴールドでまとめたコーデになっています。今流行りのトップスはハーフスリーブになっていて、ちょっとひらひら感のあるズボンと合わせてみました。そしてあえて靴はあんまり高さがないものを選びました。そしてアクセサリーは全部ゴールドで、イヤリングとチョーカーとバッグのチェーンはゴールドで食べてみました。バイバーイ。はい、エコです。かわいいエコちゃんの登場です。はい、まず全体的に白黒でまとめました。このトーンですね、ちょっといつもとは違うかっこいいめの雰囲気にしました。そうですね、唯一の柄物ゼブラです。はい、ゼブラはこれはメインのエコちゃんが上の服は首元が片方だけ開いていて、白黒でも重くならないように開いたものを選びました。はい、そしてバケハですね。バケハは日よけにもなりますし、夏らしさが出るので、白黒っていう時はちょっと爽やかさとか夏らしさを出して重くなりすぎないようにした方がいいと思います。そしてこのバッグですね、ピンクラテとアディダスがコラボした別注アイテムです。ペットボトルが1本分入るぐらい大容量なんです。そうなんです。そしてスニーカーですね、私は背が170とちょっとお高めになっているので、スニーカーでちょっとみんなと馴染めるように頑張っています。はい、エコちゃんの服でした。はい、どうでしたか。みんなそれぞれ交換したんですけど、どうだった？なんかいつも着ない大人っぽい感じ で、うん、でこの系統も可愛いなと思って超色白だからね、すごい、うん、確かに色白だからパーティーって感じのね。こういう小さいポシェットとかも着なかったから、うん、可愛い。すごく違う自分に巡り合えたタイプです。ゆかちゃんもカジュアルな感じで、ほんとありがとう。でなんか昔かいいよくガーリー着てたじゃん、うんうん、それでガーリーがやっぱ似合うなって本当嬉しい、ね、確かにガーリー減っちゃったからね。エコはすっごいとにかく似合ってる。何言ってんの。やっぱりそうポニーテールがまず似合うから、そうポニーテールしたら何でも最強なんじゃない。エコのポニーテールは最強結構モノトーンがコーデの中でも好きだけど、ゼブラ柄物あんまり着ないので結構いいなって思いました。このトップスめっちゃ似合うのもめっちゃ可愛いなと思いま
ました。うんうん、やった、楽しかった。ね、楽しかった。ね、またやりたい。2回目なんだよね、実は。ね、去年も行って。そう。でも3人でやるのは初めて。確かに。そうだね、全員でやったからこの前は。楽しかったです。楽しかったです。次は5人でまたやりたいなと思います。思います。はい。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。